ヤッフー YouTube どうも、なおきです。さて、ジャニーズの多分僕と同年代なんですけど、この方ですね、生田斗真くんのヘアスタイル解説をやっていきます。ちょっと僕より上かな、1、2個上だった気がする、のヘアスタイル解説をやっていくんですけど、この写真よく見ると思うんですけど、これ耳にかけてるので実際はちょっと長いです。普通にもうちょっと耳ちょっと半分ぐらいは全然髪の毛があるような感じの、本当にショートっぽいような感じで、メンズのショートを着るような感じでオーダーしてもらえばいいんですけど、で襟足もちょっと長めです。でセットするときに基本的にこの耳から前の部分のこの部分ね、この部分は耳にかけて上からかぶせることによってマッシュにしてるので、マッシュになりたいときっていうのは基本的にちょっとこう段をあんまりこう軽くしすぎちゃうとマッシュにならなくて丸さが出てこないので、あの普通にショートを切ってもらって、段をまあ基本的にはそんなにつけすぎないような感じの方がいいですね。あのかといってマッシュベースだと全然ダメなので、ショート普通にショートレイヤーっぽく切ってくださいっていう風に切って、で上の段だけちょっと 1,2 センチつけてもらって、でアイロンで仕上げているっていう感じなんですけど、これ結構あのセットで仕上げる方が結構大事かなと思います。で前髪も結構バランスよく長めにしてるので、ちょっとやぼったくなりがちなんですよね。なので襟足がこれちょっとかけてみると長いので、襟足が長い時は普段だったらちょっと前髪短めにして、まあ、眉毛とか目にかかんない位置ぐらいにしてもらってセットした方が普段使いはしやすいと思います。結構長いともうバサバサになっちゃったりとか見た目になっちゃうので、普段使いしたいんだったらちょっと前髪短め、眉毛ぐらいに収まるような感じで、それに合わせて全体的に短くしてもらった方がバランスはいいと思います。その代わりこれ襟足が短いんだったら前は長くしてもいいんですけど、襟足がちょっとこう見えるような感じにしたいんだったら、まあ、耳にかけてスッキリしながらもちょっと前髪短い方が爽やかに見えやすいですので、その方が僕はいいと思うので、オーダーするときとかはちょっと上を短くしたりとか、あの前髪短くしたりとかしたりとかして、こうちょっとモサモサ感というよりもちょっとコンパクトにまとまった方がバランスはいいと思います。この時とかなんかはあの本当にもうギリギリまでショートに引ける、刈り上げまではしてないけども本当にショートにしてって感じ、まあ、襟足の方はちょっと短めに、刈り上げまでいかないけど、まあ、バリカンで12ミリとかまで短くしてもいいと思うんですけど、綺麗に短くして、で上は本当に鉢の上だけちょっと伸ばしてあげて、まあ、2セクションでもいけますね。これはあの例えばこう鉢の部分から下までを例えばちょっと長めの刈り上げに残してもらって、で例えば耳から後ろの部分は刈り上げにつなげて短くしていいんですよ。でけど耳から前の部分、こう前から見える部分ですね、見える部分っていうのはあんまりつなげないで、ここの、ま、耳から前の見えるとこだけちょっと2セクションっぽくしてくださいって言って、でそうしてあげて、そうするとこうちょっと長めの部分が上からかぶさってくるんですけど、そこをちょっとセニング入れてもらうようにしてもらって、なじませながら上をちょっと動かすようにしてあげるとこういうスタイルになりやすいです。なじませて、けど後ろは後ろもこう2セクションで切っちゃう、男性ってわかると思うんですけど、こう乗っかってる感じになっちゃうんですよ。乗っかってる感じになっちゃって、なんか何もしてないちょっとカッパみたいな感じになっちゃうので、耳から後ろは刈り上げとつなげてもらって短くしてもらって、耳から前だけちょっと2セクションっぽくしてもらって、でちょっとそれに合わせた長さ 4,5 センチぐらいの長さにしてもらって、ジェルとかでくっつけてあげると、横はすっきりしつつも上の長さがありつつ後ろがすっきりまとまって見えるので、バランスはすごいいいですし、清潔感も見えるようになってくるので、オーダーするときにはこの耳から前と後ろの、あのやり方、2セクションに前をしてもらって後ろは刈り上げとつなげてもらうようなやり方にしてもらうと、すごいあの外人っぽくもなりやすいですし、かっこよくなりやすいので、ぜひオーダーするときにちょっとその辺を注意して言ってもらうといいと思います。この時とかなんかね、まあ、ショートの長め、まあ、生田斗真くんの髪型でよくあるような感じですけど、まあ刈り上げせずに耳にちょっとかかるような感じで、そうするとやっぱ耳かかってて襟足も長すぎちゃうと気持ちが悪いので、やっぱり後ろをちょっとこうさっぱり、ちょっと刈り上げてるような感じですね。ボンノクボくらいまでちょっと刈り上げて上は乗っかってきてる。で横は本当に長めに残して普通のショートベースみたいな感じで、これだと後ろが短いので耳にかかってても前髪が長くてもバランスは取れやすいと思います。結構顔がちっちゃかったりとかしてもいいんですけど、こういうおでこがどちらかというと広い人の方が、やっぱ前も言ったんですけど、前髪長いのは似合いやすいので、おでこの幅がやっぱ狭い人とかは、もう何度も言ってるんですけど、襟足ちょっと長めに残したりとかした方が僕はバランスはいいと思います。で分け目とかはこうやっぱちょっとこうジグザグに取ってあげたりとか、ちょっと斜めから取ってあげて分けてあげたりした方が分け目が見えにくかったりするんで、で上こう高さがあるので上はちょっと短くしてもらった方がいいですね。上をやっぱり全体的に
横とかに合わせなくてもいいんで、上だけ短くしてもらうことによって上が立ちやすいので、特にネコッケとかそういう男性の人とかは特に上を短くしてあげる。なんか長さが欲しくて、なんかネコッケで、髪も例えば薄くて、なんかこうなんだろう、長さがあった方がケアできるんじゃないかみたいな感じにしてる人が結構いるんですけど、上が短い方がケアできるので、そこは絶対的に言います。なので上を短くしてボリュームを出すっていう考え方に変えないと絶対にならないので、その辺もオーダーするときとか自分の意識を変えていってもらうといいと思います。で、このウロボロスの時かな、これはの時の髪型なんですけど、これ基本的に耳にもかけてないマッシュですよね。普通にマッシュベースでちょっと長めに切ってもらって、マッシュベースでもこう耳半分ぐらいまで、半分よりちょっと上ぐらいかなまで切ってもらって、ちょっと段を全体的に丸く作ってもらってパーマをかけてるっていうか、まあアイロンとかでもできるんですけど、アイロンとかパーマするときにこの前髪とか横とかそんな強くないじゃないですか。なのでここの顔周り下はかけないでいいです。かけても毛先だけに本当に大きなアイロンとかパーマでこうぐるっと巻いてもらって、毛先がちょっと入るか入らないかぐらいの癖づくような感じのパーマにしてもらって、その上をちょっとアイロンをこうぐるっと巻いたりとか、パーマでもちょっと強めに巻いてあげて、上と下でパーマの感覚を変えてくださいって言ってあげた方がいいですね。全体的に、まあ、美容師さんも分かると思うんですけど、顔周りだったりとかこう一線、周りの一線っていうのはあんまりかけすぎちゃうと、この髪型だとこうぐるぐるぐるってなって、要は角健人くんの前のドラマみたいな感じだったらいいんですけど、そこまではいかないので、顔周りと回り込む全体的に一線だけはパーマ強めにかけないでくださいって、かけない、まあ、かけないでかけないでストレートだと上かけた時との差が激しいので、毛先だけ本当に緩く巻いてもらって、上にちょっと強くかけてくださいって言ってあげると、ちょっと上を強めにやってそこに馴染んでもらって、下がパーマが行きやすいと思うので、マッシュベースに切ってもらって、まあ、後ろもちょっと刈り上げていいと思うんですけど、それによってパーマのかけ方を上と下で分けてくださいっていう風にやってあげるとオーダーしやすいと思うので、その辺もオーダーする時とかぜひ参考にしてみてください。バイバイ。